西暦54年にローマの皇帝となったネロは芸術への情熱に取りつかれ、芸術家として愛されることを望んだ。しかし人々は彼を恐れはしても愛しはしなかった。そして彼の統治は前例のない破壊をもたらすこととなった。それから1000年以上の時を経た1839年にリヒャルト・ワーグナーがパリに到着。オペラに情熱を捧げた彼は作曲家としての名声を求めたが、パリは彼を拒絶した。そして一世紀後、彼の遺産は巨大な闇の力によって拡散される。歴史はまたしても繰り返され、拒絶された一人のアーティストによる大惨事の幕が開ける。君はアーティストになりたいと思ったことはあるか？